こんにちは。こんにちは。伊藤さん、はい、もうシーズンも終盤で、ね、ちょっと待って、いや1個前にヘマしたからちょっと気を入れ替えたんですけど、まあ、気を入れ替えたね。もうちょっと楽で、楽です、はい、何でしょう。あのですね、シーズンもね、はい、すぐ終わるということで、はい、今日は引退の話を聞きたいなと思いまして、まあこの時期になるとな、うん、どうしても辞める人間が出てくるから ね、ちょっと寂しいですけどね、うん、まずヤクルトの立山選手、はい、立山な、うん、立山ってさ、まあちょっとサイド気味から投げてたじゃない、はい、あれでやっぱ全盛期は150キロ投げてたからね。そんなに、いやバッターの体感としてさ、はい、上から150キロと横から150キロじゃ圧倒的に横からの方が速く感じるんだよね。え、あ、そうですか。体感的に なんでだろうね。なんで、いや、なんか手元まで持ってくるというかさ、上はこうやって上から投げるって、はい、なんか速く感じるんだよ。アンダースローでも、例えばアンダースローの140キロと上から投げる150キロではやっぱ 体感的には一緒なんだよ。だからすごく、立山とは対戦してないけど、ものすごく速く感じたと思う。そうなんですね、うん、それに加えシンカーがあったりフォークがあったりスライダーがあったり、まあ多彩だったよね。でコントロールも良かったしさ、非常になんかこう完璧守備者に見えたね。だからもうそのマウンド上での、まあこうルーティーンというかさ、そういうのもしっかり守って、まあ、やっぱこう一球一球を大切に投げていったピッチャーかなっていうふうに思うよね。なんか人柄もすごい良さそうなイメージがあります。それは分かんない。えっ、いやいや、そう、いや、まあいいのかも分かんないけど、まあ受け答えとかそういうのはすごい丁寧に、やっぱ理論的なピッチャーというか、理論的にしゃべれる人だよね。だからすごく好感を持てるけど、うんうんうん、まあ、人がいいかどうかは分からない。なんかこういやいや、ね、悪いっていうことじゃないよ。ご家族の前でニコニコって立山選手がヒーローインタビューを受けてたのが結構印象的だったんで。まあ家族思いだよね、はい、で娘がなんかこう、はい、チアガールのなんかこう予備軍みたいな小さい子供、はい、あ、え、そうなんですか、うん、でこうカメラを持って撮影来てたとか、まあいろんな話は聞くけどね、はい、ただね、解説やるのは好きじゃなかった。え、なんでですか。長い試合が長くなるこれはね、やっぱ丁寧なんだよ、ピッチングが丁寧だから、テンポという意味ではそんなに良くないんだよね。ちょっと一球一球感覚が空いて長い、うん、へー、だからもう早く投げんかなとか思いながら解説はしてた思い出はある。だからといって嫌いなピッチャーではなかった、うんうんうん、なんていうの、配球とかこう解説するじゃない。そしたら次はこっちに行きそうだなとか、でもそういうこう裏を書いたりだとかさ、そういうことのできるピッチャーだったし、だからすごく楽しく中継はしたけどね、ただ長かった長かったから、まあちょっと立山かっていう風になった時に、今日のピッチャーちょっとテンションが下がる気合が入るというか、いや本当ちょっと覚悟して臨むという解説も、ちょっと長丁場になるなという、まあ、そういうのいるじゃない、まあ聞きますね、やっぱ解説の方から、うん、こいつだから、まあヤクルトで今で言えば小川が長いよね。あ、そうなんですか。長いへー、だからまあヤクルトの伝統なのかも分かんないけど、ヤクルトでテンポがいいのっていうのは近藤とか、はい、中継ぎの、はい、ああいうピッチャーがいいけど、やっぱ先発投手陣は意外に長いピッチャーが多いよね。だからこう覚悟してます。へー、まあそういうことあったね。まあ一世代を作ったピッチャーだけにね、寂しいよね。髪型も特徴あったね。ああ、ちょっとなんか刈り上げて、ゴリラヘアみたいないやいや、前がこう刈り上げてて、はいはい、後ろがこう、あ、そうですね、頭がこうちょっととんがっててみたいな、はいはいはい、あれやっぱこだわりなんだろうね。変わらなかったですよね、結構。俺もちょっと一回やってみようかな。いつ？わかんないけど、ちょっと伸ばして。伸ばして。ちょっと伸ばしてね。なんでお前大笑いするんだよ。ちょっと待って、じゃあもう押しとんなきゃ。いけないです。あ、でも大丈夫。何が大丈夫？まだ大丈夫です。何が後ろ？まだ。もう何？時期的なもんか。まだって。大丈夫です。まだ。まだ大丈夫。本当か。はいはい。三男坊に来たら親父もう終わったなみたいな言われるんだけど、
長男次男はさ気使ってさ、はい、いや親父大丈夫だよまだとか言うんだけど、三男坊に来たら親父終わってるじゃんって結構ズバズバ、まあズバズバまあ、はい、立山投手ね、うん、本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、そして同じヤクルトの畠山選手も、はい、畠山な、畠山となんか小川さんとすごく縁深くて、小川さんが指導者の時にただ一度だけ手を挙げた選手がいると。小川さんってそんなタイプじゃないんだけど、うんうん、やっぱこうなんとかしたいという思いがあったんだろうね。うん、それでただ一度だけ畠山に、うんうんうん、まあそういう鉄拳というかそういうことをしたと、まあそういう話があるんだけど、その小川さんが今年で退くというタイミングで、畠山を辞めるという、だからすごく縁を感じるよね、うん、で打者とすれば職人だったかなと、こう騙し打ちができる、餌を撒いて騙し打ちができる、まあ餌を撒くっていうのは例えばインサイドを狙ってますよっていうようなことを見せながら実は外を捉えに行ってると。だからねバッティングはね素晴らしくうまいバッターだったよね。駆け引きができる、だから見てて俺なんかは楽しかった。ガーンって初球引っ張ったけどこれ完全にファウルを打ちにいってんなとか、最後の外の決め球かなんかを狙いにいってんなとか、そういうことを感じるバッターだったよね。だから言えば天才だったかも。でもじゃあどうしてやめちゃうんですかね。もうちょっととは太ったなそこですか。いやいや、あの人間ってさ太るっていうのは老化の一種だからね。うん、だからまあ年を取ったんだろうなっていうのを思ったし、まあ確かに肉付きはだん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 こう年とともに良くなってくるんだろうけど、畠山の故障っていうのは下半身に大体あったのね、肉離れだとか。それを考えた時にやっぱあれだけ太ってはもうできないよね。だから自分に規制をかけてこう細くなるとか、もっとでも細くなったらパワーが落ちるとか、はい、いろいろまあ悩んだと思うんだけど、だからまあやっぱり痩せれなかったんだろうね。痩せたからって続けられる問題ではないよ、問題ではないけど、ただその会見を聞いた時にあもう気持ちは完全に切れたんだろうなっていう会見だったよね。だって僕の誕生日のために今日お集まりいただいてみたいな、ボケから始まったえ何みたいな、新聞もう周り全然笑いもしなかったから何言ってんだこいつ、ね、いやいやお前何言ってんだってそうか、吹っ切れてたのか、多分吹っ切れてたんだと思うよ。だから逆に言えば、まあ、そこまで吹っ切れてたんだったらまあいいなというふうには思ったけどね。でもやっぱこう職人っていう人が一人いなくなるね。だからそういう意味ではちょっと寂しいかな。ピッチャーとバッターでバッターの方が引き際って難しいのかなって思うんですけど、ちょっとダラダラできるからね。ただ例えば代打でもとか、はいはい、ピッチャーってごまかしが効かないから、そうですよね、うん、だからそういう意味では打者の方が長くはできるけどね、まあだけど小川監督が辞めるタイミングで辞めるというのがなんかすごく畠山らしいなっていう、まあ寂しくなるけどね。まあ畠山もああいうこう駆け引きを後輩たちに教えていくっていうことを考えるといいかもね、うん、面白いバッターが育つかもね。指導者として残るのかどうかね、まだいろいろ発表はないけどどうなるんだろうね。まあ、今話し合ってるところなんですかね。こういやどうなんだろうね、決まってる。だからまあ大川監督がいなくなり宮本ヘッドが退団する、うん、そうなってくるとやっぱ新しい監督ヘッドコーチを持ってこなきゃいけないじゃない、うん、そしたらこう体制っていうのはどうやっていくかっていう、そうです、ね、まだこれからだと思う。ただ深夜は言ってた、昨日あったんだけど、伊沢さん他のチーム行かないですよ僕って。伊沢さんが YouTube で変なこと言うからその取材が来るんですよとか言って、どっか行くんですかって見てんだよみんな。影響力すごいじゃないですか。影響力すごいよね。気持ち悪いな視聴率が、まあ、あの顔合わせて途端に言ったもん伊沢さん変なこと言わないでください、僕どこにも行かないですかって、やめますからみたいな。やめちゃうんですか。伊沢さんのおかげで取材がどっから聞いたのって、で宮本も見てるんだよ。あ、そういうことですよね。で深夜もオフになったら呼んでくださいよとか言うから、ぜひお待ちしてます。まあそれでもう一人、はい、もう一人、はい、
阪神のメッセンジャーと。メッセンジャーね、うん、俺が DeNA のヘッドコーチに行った時に、うん、やっぱこうデータを見ると全く打ててないわけ、メッセンジャーをみんな苦手にしてるわけよ。プロ野球ニュースとかでさ、うん、一緒に放送とかやってると、はい、解説者の人がほとんど、うん、ボールが高かったですねとか、うんうん、いややっぱり低めに制球とかよく言うじゃん。はい、おっしゃいます。でも高めがほとんど打ててないの、メッセンジャーは。甘く来ても、甘く来ても力があるし、そのメッセンジャーの高めってボールかストライクかもうほんとバッターの際どいところに来るんだよね。あ、じゃあ高めを見逃してもそれがストライク、ストライクになったり打ちに行ってもボンダするんだよ。そしたらもうとにかくストライクゾーンを低くしろって、もう高めを捨てろって言って、はい、低めを狙わせたらさ、今度はそこからフォークが来るんだよ。落ちる、うん、そしたら三振するんだよ。ああ、そうか。もうどうやってこいつ攻略しようかなっていうのに、本当に苦労したピッチャーだった。だって本当に一時期勝ってる姿しか、ああ、そうそうそう、コントロールも良かったしね。今年ね、横浜スタジアムで投げた一戦があったんだよね。フォアボール8個ぐらい出したんだよ、うん、でもね、そのボールがほとんど俺はストライクだと思う。え、じゃあ審判が厳しかったの相性が悪かった。で、やっぱりね、文句言うじゃん、あいつちょっとえー、みたいなちょっとイラッと、うん、態度出すでしょ、うん、はい、そしたら審判も意地になって取らなくなった。うわー、そう。でも俺が見る限りでは明らかなストライクだ。ボールって言われたところ同じとこ投げるんだ。ほんでまたボールって、それまた投げるんだ、でまたボール。いや、そのぐらいコントロールのいいピッチャーだったんだ。ボールに力もあるしね。ただやっぱりこう怪我とともに気力もない、まあ引退になったのかなっていうような、うん、いやでもまだまだできると思う。まだできますよね。ただね、日本の野球が変わってきたなと思うのが、うん、今日の新聞にも広島になんとかレッドっているじゃん。何だったっけ、どう忘れた、なんとかレッドってアウトレットじゃん。エルドレッド、あ、エルドレッドじゃん、はい、アウトレットじゃないエルドレッドがいるじゃない、はい、これもなんか引退するっていう報道が出てたね。あ、そうなんですか、うん、いやだから普通だったら日本で終わらずにもう契約を切って、うん、一応メジャーに挑戦して向こうでダメで引退する選手が多かったのに、最近のその外国人っていうのは日本で引退してまあ余生を送るというかさ、まあ、そういう選手が増えてきたよね。結構日本好きな、まあ、日本好きだし、その今年の春には向こうのナンバーワンドラフト候補じゃないかっていうような人間がソフトバンクを取って今育成してるでしょ。だからなんかこう時代が変わってきてんなっていう、そんな感じがしたね。だからもう本当にこう助っ人外国人じゃなくて、もうグローバルにもう本当に平等に見なきゃいけない時代になってきたなっていうふうに思うよね。まあでも3人ともね、名プレイヤーがまた球界から消えるということで寂しいです。寂しいですね、本当に。本当に思ってる。いや私ね、メッセンジャー選手はね、本当めちゃくちゃ応援した選手一人。なんで誕生日が全く一緒で、うん、8月13日なんですよ。で私6年前にプロ野球ニュース初めて担当した時に選手メンカーあるじゃないですか、まず同じ誕生日と探そうと思って一人一人全部見てたんですよ。メッセンジャー当時だけだけなの、だけだったんですよ当時。その6年同じ年、いや一つくらい違いますね多分。あれ分かんない、そんな年食ってんのいやちょっとそっちあ、そうなの。そうだからすっごい応援してて、まあ、ファンって単純なことからはファンになっちゃうよね。そう、あ、そうか。でなんか太ったりでも頑張って痩せたりしてたじゃないですか。まあね、一回ちょっと、なんかそういうのもいや、メッセンジャー選手頑張ってると思って応援してたんです。なるほど、ね、そう。寂しい、寂しいけどね。また日本に今いるんですかね。どうなんですか。なんか締めに困る、困るごめんなさい。いやいやいや、そんなことない。なんか締め終わってもさそうか、ああそうそうそう、まあまあ、でも楽しませてもらいました。いやでもメッセンジャーってもう日本人登録なんだよね。そうか、そうそうそう、まあ言葉の壁はまだあるにしても、やっぱこう性格的にはね、うん、すごくチームに馴染んでいい人みたいだし、コーチとしてねまた日本で活躍してくれたらすごく楽しいよな、はい、また応援しがいがあるな。応援します。もうすごくメッセンジャー選手のおかげできっかけができましたから。もう外人好きだよねそうかもしれない。ウィラーとかね、はいはいはい、大好きですなあ、はい、ウィラー、テレビでウィラー選手応援してますって言ったらあれが来たんでしょ、メッセージが。メッセージが来たんですよ、ウィラー選手から、はい、ありがとう